おはよう。おはようございます。今日はなんか久しぶりにアラームをかけないで寝ました。ハリー選手またヤフーニュースに載ってる記事見ました。え、何のやつだろう。何、最近なんかした？私、え、ここ最近何にもないけどな。昨日のヤフーニュース、カルビ、ツルビ、オメ、何の話？私なんかやった？私ツルビとなんかやった？これ2024年にブレイクする VTuber は VCR GTA の活発から考える考察。今回のヤフーニュースは考察編ですか？これ2023年も終わり、2024年に入ったが、去年も豊かな個性で多彩な面白さを届けてくれる VTuber、 バーチャルタレントが登場した。なんか私の動画貼られてる。赤身カルビのストサマ GTA シーズン2総集編、これ見といてくださいね。結構おすすめです、これ。GTA の総集編と、2023年のね、まとめクリップ集みたいのもね、 YouTube に上がってるのね、その2つおすすめです。だいぶね、これめっちゃ長い。うん、そう、超長い。もうこれを1個見ればもう全てがわかる。これ1個でもうほんとに最初から1日目からもう最後までの全てがわかるんだよ、これ。これすごいよ、この動画。ほんとにすごいよくまとめられているのでね、全部わかりますから。約1年と少しの間で同時視聴者数が大幅に増加したタレントたちには、新人ながらそのパーソナリティやトークで一目を引きつけるもの、得意なゲームジャンルを通して一気に注目されたものなど、ブレイクのきっかけとなったさまざまなポイントが存在する。今回はそんな2023年にブレイクしたタレントや新人にスポットを当て、船を進めていきたいと思う。うん、なるほどね。今回これだいぶなんかこの書いてる人の気持ちが反映されるんじゃないか、今回のこの記事は。12月10日からクリスマス直前の23日夜まで開催されていた VCR GTA 2は、年末を盛り上げる大型イベントとして大きな注目を集めた。招待制ゲームコミュニティボルトルームとプロゲーミングチームクレイジーラクーンが主催する VCR イベントは、あらゆるシーンから多種多彩な人物を集めるというシンプルなアイデアを根幹とし、 VTuber やストリーマーから俳優やミュージシャンなど、ジャンル問わず様々なゲーム好きのタレントを集め、ミュージシャンいた？俳優やミュージシャン？マジ？用意された専用サーバーで一つのゲームを一緒にプレイさせる内容となってる。ミュージシャン？あ、ラルフさん？あ、ラルフさんがミュージシャンか。ラッパー？あ、コハのラムさんもミュージシャンか。そうか。あ、ダソーカもミュージシャンだな。確かに。どこまで読んだっけ？こうした経緯から VCR は大きな注目を集める人気のイベントとなっており、幅広いタレントが集うことで様々な化学反応を見せてくれる同イベントはこれまでに数多くのドラマ、名シーンを生み出してきた。参加者の配信も視聴者数がぐっと伸び、普段から1万人から2万人の視聴者を集めているものですが、この期間中は3万人以上、時には6万人もの視聴者を集めるほど。今回開催された VCR GTA 2の期間中、多くの視聴者を集めたことが影響し、Twitch において12月2週および3週目に最も視聴された女性ストリーマーが生まれることになった。これ誰のことだ、誰のことだろう、これ。え、これ誰かな、これ。え、誰のことなんだろう、これ。うわ、めっちゃ気になる、これ誰。それが女性 VTuber、 バーチャルタレントの赤身カルビナ。彼女をこういったイベント情報で初めて知った方のために、改めて彼女についての詳細を書いていこう。なんていい人なの、この人は。なんで詳細まで書いてくれるなんて。マジかよ。赤身カルビは2021年1月15日から活動をしている VTuber で、主に Twitch にて配信活動をしている。彼女はホロライブ、23時、V スポといった企業が主導するプロジェクトや事務所には所属していない個人 VTuber であり、今最も勢いのあるタレントの一人と言っても過言ではない。あ、売れかけってことね。売れかけね。はい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 。初突猛進かつ、と、
突拍子もない行動を起こすのが彼女の代名詞で、さらには時にマナーやモラルを無視した言葉やアイディアを口にすることがあり、貧困法制なイメージ作りを求められがちな企業所属のタレントに 対して荒くれ者というイメージがついて回る。あ？なんだって？なんだって荒くれ者ってなんだよ。そのアウトローかつ危なっかしい一面を見ていると、シーンなんて思う、これ小妙命名記表明記表明記にたまに見られた数々の尖った VTuber たちの姿を重ねてしまう。その姿が攻めた VTuber にも見えるためか、そこにワクワクしているリスナーの方も一定数いることだろう。普段はバロナントを中心に FPS プレイ FPS ゲームをプレイしており、他にも様々なゲームをプレイしているが、その見どころは意外なところにある配信中に時折見せてしまう珍プレイの数々がリスナーの笑いを誘うのだうるせえよ、うるせえよ。何が珍プレイだ、そんなつもりねえから。何が珍プレイだ。特徴的な声で強気な言動を見せている姿とはあまりにも対照的で、猪突猛進かつアウトローな一面ををも見せる彼女のやらかし姿はどこかコミカルで小物感すら漂わせてしまう。なんで小物感って何やれんの？え、雑魚そうってこと？え、私雑魚そうだと思われてたのかな？いや、私普段なんか配信者ね、小物感がする雑魚そうな人結構好きなんだけど、私はね、あ、こいつ結構雑魚そうだな、なんか小物集するなみたいな、そういうの好きなんだけど、一番思われてたの私？一番雑魚そうだったの私だった、もしかして。雑魚そうは褒め言葉って出た。まあ私は人に対して雑魚そうっていうのは結構褒め言葉で言ってたけど、まあでもまあいいか、関わりやすいってことだもんな、私が。まあこれは多分この記者の人も褒めてるんだと思う。小物感小物感って言い方一番悪いけどな。なんか雑魚そうよりちょっと小物感の方がちょっとひどいけど、でもまあ褒めてるんでしょ、この人にとっては。褒め言葉なんでしょうね。こういった面もあり、彼女のゲーム配信に寄せられるコメントの中には遠慮のない率直な言葉が並ぶことがしばしばある。時には見ているカルビ本人や他リスナーにとっても何ふんなんて読むこれ、分裂何これ、憤慨したり悲しくなるような言葉も並ぶ。だがこういった部分からは、彼女の配信をリスナーが本音本心本気で見ている、彼女との距離を近く感じていて素直に言葉を交わせるという一面も透けて見えてくる。よかったね、お前ら肯定されてて。よかったね。まあ調子乗っちゃうわ、これリスナーが。あー、これ読んじゃうの良くないかもしれない、もしかしたら。調子こき始めるから。そんな彼女は、デビュー当時はツイッチ内では当時まだ少なかった日本人。しかも女性の VTuber ということもあって徐々に注目を集め、2022年6月に初めて開催された VCR ラストに参加することになった。懐かしいですね。そこで赤身カルミの危なっかしい一面がいきなり炸裂することになったのだ。ことのあらましはカルビが同じサーバーでプレイをしているプレイヤーストリーマーや VTuber らの家へ勝手に侵入、アイテムを強盗しようと試み失敗したことを逆恨みして馬を殺したというものだ。ねえ、やめてよ、やめてよ、やめてよ。本当にやめてよ。アルスちゃんごめんね、本当に。この行為が賛否を呼んだのは言うまでもない。ラストというゲームの世界観、プレイングとしては正しいという声もあれば、招待制という限定的なコミュニティにおいてはこういう的なムードを壊さぬように守るべきマナーやモラルもある。
さまざまな声が上がった。この時カルビと共にプレイしていたストリーマーシンジが注意をすると、長々とした話に飽きたのか、うるさいなぁとボソッと一言。後日リスナーに公開された時の心境を問われたシンジは、言われると思ってなかった言葉すぎて聞き取れていなかったとのことだったが、このエピソードを振り返ると当時の彼女がいかに無法者であったかがわかる。もちろんだが、このあと彼女はしっかりとこの件を反省、その後の VCR イベントもにも招待され、このことに、この時に被害を受けていたアルス・アルマルにも無事直接謝罪の言葉を述べている。そこまで書いてくれるんだ。優しいな、この記者の人は。最後まで書いてくれるなんて、なかなかね。でもこっちのアルスちゃんとの件、いや、私が荒れた出来事っていうのは、実は2個あって、渋谷はじめさんの家をパス抜きした事件と、アルスちゃんの馬を殺した事件の2個があったんだけど、なんか大体なんか、表でめちゃくちゃ言われてる、みんながよく知ってるようなやつは、渋谷はじめさんのパスを抜いたことなんだよね。そっちなんだよね。なかなかこっちについて、書かれることっていうのはないんだけど。なかなか、そう、実はこっちの方がね、なんか散々言われたわ。そういえば。そう、実は馬がメインなんでね、こっちがメインなんだよ。本当は。いや、私本当に、これはね、本当に、不運の不運。もう、人を知らな、配信者を本当に知らなかったから、偶然変なことをしちゃった人がどっちも二次三次だったんだよね。本当に。本当に偶然の偶然で、ただ、たまに、本当に分かんなくて、偶然の偶然で二次三次の二人にこういうことをしてしまったのが本当に偶然の偶然なんだよね。いや、そこは勘違いしないでほしい。本当にそう、これでね、散々売名とかとも言われましたね。そういえば売名だああだって言われたけど、ゴースティングでもしてなければこの家は誰の家とか分かるわけでもないんだからね。まあ、渋谷はじめさんの家に関しては二次三次って書いてあったから、あ、二次三次の家だって分かっていたけど、アルスちゃんの家に関してはマジでね、二次三次の家とかも分かんないし、ゴースティングしなきゃ誰の家か分かんねえんだよ、看板に書いてなければ。これに関しては本当に偶然の偶然だったんだよ。で、どこまで読んだっけ。赤いガルビの運命を分岐させたストリーマースタンミの存在、無法者なイメージがついてしまった赤みカルビだったが、2023年には、に入ってから、喜怒哀楽な様々な感情を湧き立たせる名シーンを作ってきた。ほう。2023年4月末に開催された VCR ラスト2では、先延べした騒動の影響もあり、運営から注意を受けた上で参加。そうですね。土井からのね、はい、土井から の面接を受けて参加しましたね。ストリーマースタンミと共にチームを組み、去年までのイメージを腹拭いするような面白シーンを生み出し続け、最後に彼女はスタンミにこのような言葉をかけたのだ。スタンミが私を拾ってくれなかったら、こんなに長くストサバを楽しむことができなかった。私たちはストサバで一番弱いかもしれないけど、一番楽しんだ自信があるよ。一度ついてしまった無法者のイメージ、それを知りつつも、彼女と共に行動したナイスガイも、このような感謝の言葉が告げられ、思わず感極まる姿を見せた。ナイスガイ。ナイスガイ。こうした出会いと、成長を経て、彼女の、諸突猛進なプレイングやおバカな一面は愛される要素となり、一気に人気に火がついたのだ。加えて彼女がストリートファイター6をプレイし、あ、はい、今でも BGM が後ろに聞こえてますね。今日もやろうとしていました、ストリートファイター6。これまで関わることのなかった格ゲー会話のプレイヤーだと交流をした際のエピソードも忘れることはできない。上記の感動的なシーンから約1ヶ月ほど経ち、
2023年6月9日に行われるリジェクトファイトナイトに出演することが決定した赤身カルミ。ほとんど格ゲーをプレイしたことがない彼女は日本格ゲー界第一人者梅原大吾とチームを組むといきなり梅原を梅ちゃんと呼び始め、チームメイトだった研究を慌てさせることにこの記事見るとおもろいな あの時研究マジでおどおどしてたからな、お前本当に本当にやめろよみたいな、バカなこと言うなみたいな感じだったよなゲーム内でも指折りの重量級&高火力キャラマリーザをメインにしてプレイすることを決めた赤身カルビ。アーマーを使って諸突猛進していくマリーザの戦法は日々の配信で赤身カルビが見せるプレイスタイルと重なる部分があるそうですか、そうですか、そう思われてたんだ。私初めて知った、そう思われてること。強引な打撃で勝利を奪い取っていくスタイルで大いに大会を盛り上げた彼女は、その後の格ゲー企画大会にも毎回のように呼ばれることになったのだ。本当にありがたい話ですね。本当に本当に格ゲーの大会は本当に楽しいからね。本当にありがたい話です。本当に楽しかったな、全てが楽しかった。また梅原からの紹介でプロ格闘ゲーマーであるシュートを紹介されると、見事に意気投合、明るく振る舞うカルビとそれに引っ張られるように軽い口調で次々と冗談を言って笑わせるシュートという関係が生まれ、良好な弟子関係を築いたのだった。本当にありがとう、本当にありがとう、紹介してくれてありがとう。また梅原からのここか。また梅原からの紹介でプロ格闘ゲーマーであるシュートを紹介されると、見事に意気投合。あ、これ読んだわ、読んだ読んだ。そんな赤身カルビがリーダーとして一大勢力を築いた、報いたのが12月末に再された VCRGTA2 だった。以前から交流のあったシャカとササピックに加え、直近の FPS 大会でチームを組んで良好な関係を築いていたクズハ、 GTA5 を使ったサーバー企画ストグラに参加してゲーム慣れしていた鈴木のりあきとファンタなどが関わり、自身のプロフィールをもじったギャングお肉の組を結成した。なんかいいね、なんかいいわこれ。ゲーム強者かつ大物が揃ったギャングの長となったことや、連日にわたる長時間配信で徐々に疲れが貯蓄していたこともあり、ここでもカルビは何度となく珍プレイを見せギャングメンバーおよびリスナーを笑いの渦に巻き込んだ。そんな珍プレイしたか。まあ珍プレイしちゃったな。もはや笑いの神が彼女の後ろに立っているのではないかと思えるような場面も多く、彼女の周りにはいつもハプニング事件がつきまとっていたことがありありと見えてくる。なんでなんだろうね、本当に。私もね、これ本当に、ね、不思議で仕方ないの。何かが起きる。ファンタさん、でもファンタさんもそうだからね。ファンタさんがいるとハプニングが起きんだよ。これファンタさんの力もあるから。ちなみに GTA2 に関しては。そういう星の元はファンタさんがいるからね。こういったこともあり、彼女は期間中、普段の配信よりも倍近い視聴者数を集めることになり、12月2週3週において、Twitch において最も視聴された女性ストリーマーとなったのだ。ありがたい話ですね。本当にありがたいよ。一時の炎上騒動や失態からマナーやモラルを身につけ、ジョークや笑いを生み出す VTuber、バーチャルタレントとして成長し、今や最も旬な VTuber と呼ばれるまでに、飛躍した赤身カルビ。旬は嫌だ、旬は嫌だ、旬は嫌だな。旬になりたくないものだね、旬って。旬って嫌だよね、旬って過ぎちゃうから。だってそう、旬は終わるものだから、そう、まだ旬じゃない。
いや、まだ旬じゃないことにしておきたい。過去に交流した相手からは、過去にあったイベントで炎上していた、ちょっとしたタイミングで関わった時に危うそうだったという負のイメージを強く持たれてしまい、用心深く接しようと距離を取っていたと警告を直接口にされることもあった。これウルーカの話じゃね？これウルーカの話でしょ。これトラブルを起こした際、彼女はシンジとの会話の中で面白ければいいって言うけど、面白いってなんだという風に切り返していた。そこからしばらく経ち、今の彼女はうまく言葉にできなくても何がリスナーにとって面白いのかということを体感で分かっているのかもしれない。いや、分かんないです。本当に分かんない。自分が面白いと思ったことはリスナーに受けない。でもこんなん思んないだろっていうことがリスナーに受ける。本当にこの世界の面白いってマジで何なんだか分かんない。私は何も分かんない。狙ってわざと面白いことをしようと思うと滑るっていうか、何にも思わないんだよね。やっぱりもう自分が自分分かんないんだよ。まあでも体感だからな。いや、まあもしかしたら自分の頭で考えてこれが面白いだろうっていうのが分かんなくても、体が勝手にそうなっちゃってんのかな。いや、分かんない。分かんない。体と頭は繋がってないっていうことなのかな。彼女がどのような形で2024年の台風となるのか今から楽しみである。台風か。なんかさ、台風も過ぎ去るんだよね。旬も過ぎ去るし、台風も過ぎ去るんだよ。怖いよ。やめてよ、そんな。定期的に来るから大丈夫。あ、なるほどね。確かにいいことやね。確かに台風は1回じゃないからな。結構来るからな。毎年来るからね。これツルフィーのこと書いてある。ネオポルテから登場した新星、ツルビのツルこと、ヒイラギツルギ。ツルビのツル、ツルビって書かれてんのもウケるな。続いては VCR GTA でそんな赤身カルビに負けず劣らずのチンプレイ、メイプレイを見せたルーキーを紹介したい。ネオポルテ所属の男性タレント、ヒイラギツルギである。2023年8月29日に SNS に初投稿。2023年9月4日に YouTube で初配信、9月11日には Twitch で初配信し、無事に活動をスタートさせたばかり。デビューしたてのタレントだ。彼の名前が最初に注目されたのは、デビューしてすぐの11月に開催された VTuber 最強決定戦、バロラントアクト1。バー、これバーって読む？これバー。バージョン？バージョン？この大会ではリーダー8人によるドラフト戦を採用しており、主催者渋谷ハルを中心にした選考によって独自に決められたランク内にいる出場者を指名し、5人チームを組んで大会に挑むという内容であった。ここで選ばれたリーダー8人はこれまでの配信活動を通じて実力を示してきたバロラント上級者 FPS プレイヤーばかり。2時3時からはローレン・イオアス。さん、フーラカナト、もう一回、23時からローレン・イノアス、フーラカナト、 V スポからはカガナズナ、ヤコモベニー、白波ラムネ、夢のあかり、ニオポルテからミナセ、クガレオが選ばれ、ゲーム内のランクで言えば平均してイモータル、最高でレディアントという超ハイレベルなメンメンが揃ったのだ。シメハナが大会連覇を発表した際には、ネオポルテの新人はいらないのか、入らないのかというコメントがいくつか上がっていた。というのも、ヒイラギ・ツルギ、および同期である、青、青切り
8。青ギリ というのも、ヒイラギ、ツルギ、および同期である青ギリ、エイトの2人はバロアントのランクがイモータルからアセンダントに到達している実力者であり、ネオポルテ所属ということでこの大会に呼ばれていても不思議ではなかった。もう2人ともそんな強いんだ。そんなコメント、期待に対して渋谷ハルはこのように返している。実力的には多分ネオポルテの新人つるぎくんとエイトくんはティア1に入れるぐらいにはめちゃめちゃ強いんだけど、デビューしたばかりでイベントに出てリーダーとしてチームをまとめろっていうのはいくらバロが上手いからと言ってもちょっと重い。こういった判断もあり、残念ながら同大会に出場することは叶わなかったヒイラギ、つるぎ。だが直前に開催されていた第6回第7回クレイジーラクーンカップ、バロラントなども含めスクリーム練習相手のメンバーとして呼ばれるように。あそうなのか。あ、知らんかったわ。でもね、私ね、いつだったか、だいぶ前に、V 祭の前だったかな ?V 祭の前にヒイラギ、ツルギと、フルパでやったんだよね。バロランと。一回やったかな。そう、アカリンいた突発で、めっちゃ喋ってた。めっちゃまとめてた。超まとめてたの、その時から。IGL 性能が、すごい。勇者って言われてたわ、その時。それ本当にツルビか。いや、ツルビなんだよ。逆に私は、ツルビが、ポンコツっぽいっていうか、なんかそういうイメージがあんまりなくて、最初、むしろ。だから GTA ね、あ、なんか結構こういう感じなんだって。逆に関わりやすくなった、イメージあるわ。あ、あれツルビだったんだ。あ、そうだよ。てか結構なんか切り抜きでも、バズってたイメージあったけどな、その時。この V 祭の前ぐらいだったよね、確か。続き読んで。はい、どこだっけ。また両大会が重なって開催されることもあり、出場者の何人かは早い段階からバロラントをプレイして勘を取り戻そうとしていた。そういったタレントとコラボ配信を組み、ランクマッチをプレイしたこともあった。ああ、そんな感じだな。それで私もここでやったんだよ。そう、そんな感じだった気がする。またツルギはほぼ同時期にソロプレイでのイモータル達成にチャレンジしており、かなりプレイングにキレがあったのは言うまでもない。え？達成したのかなこれ。同時に彼のおちょらけた発言はそれ以上のキレを見せていたのだ。特に V スポ所属の立花ひなの一ノ瀬ウルハを含めて、街並み活動歴4年目から5年目を迎えているメンメンと配信をしていた際には、会話の弾みとして他事務所の先輩にあるひなのウルハの2人を、お客さん、なんだっけ、お、なんて読んだっけこれ、お客さん、おつぼねさん、おつぼねさんと呼んでみたり、休憩する時間があったのにもかかわらず、マッチが始まってから、すいません、トイレ行ってきますと、トイレに行くなど、自由奔放な言動を見せつけ、大いにリスナー、コラボ相手を笑わせた。相手からの返事を待たずに、次から次へと、即射法のように言葉を発し、ようやく会話になったかと思いきや、斜め上な切り返しをして笑いを誘うなど、テンションの高さだけでなく、トークセンス、ポテンシャルがしっかりと垣間見えていたのだ。そんな中で参加した VCRGTA2 では、彼はより注目を浴びることになった。新人タレントながらトップオブザトップに負けない活用を果たしたヒイラギ、ツルギ。きっかけは赤身カルビがボスを務め、釈迦、クズハラと結成していたギャング、お肉の組に、ひょんなことから、ヒイラギ、ツルギもメンバーとして関わったことにある。ひょんなこと。ひょんなこと、そうだな。まあ、ひょんなことだな。FES もプロとしてキャリアを積み、日本を代表する人気ストリーマーとなった釈迦、男性 VTuber1 の人気者であるクズハ、そこにこの企画で人気を集めることになった赤身カルビ、他の面々も多く活動してきたベテランメンバーが揃っており、文字通り大先輩たちの中に入ることになった。そんな状況に置かれれば誰であれ誰であれ緊張しないわけがない。まあそうだよな。ファーストコンタクトの時点で肩にかかる重力が半端ないと口にしていたが、その後正式にギャングメンバーとなると先輩たちからは
おもろい反応をしてくれる後輩といじられ続けることになる。緊張のせいか、はたまた初めてプレイをするゲームだからか、緊迫した状況やミッション途中で先輩や視聴者すら予想していなかった珍プレイを披露する剣。ボスである赤身カルビがそういったプレイをすることは想定済みだったギャングメンバーたち。だがそこにこの後輩も関わってくるとは、まさかお前もなのかというノリや温度感も相まって、剣かっこカルビプラス剣と呼ばれることもあったほどだ。人気数今 VTuberが集まったこともあり、様々な角度からボケを生み出していく剣のキャラクターは自然と浸透。それまでの同時視聴者数からは大きく伸びることになる。認知度を高めることになった。ストリーマーサーバー企画に今回初めて参加した剣、当然初対面である先輩たちと会話し、共にゲームをプレイ、面白い配信を作り上げることが求められる。しかも数万人以上の視聴者が見ている前でデビューして数ヶ月の新人タレントの身に降りかかるミッションとしてはトップレベルに難しいものだったはず。まあそうだよな。そうですよね。それでも彼は見事に役回りをこなしきったわ。そんな剣の配信には企画参加中に数千人の視聴者が集まっており、コメントが荒れてしまうことも多々あったような。そういったリスナーに丁寧に言葉を返すこともあれば、売り言葉に買い言葉とばかりに、お前らこの場所経験してみーと黙らせたこともある。お前らこの場所経験してみー、まあ本当に正論だな。確かにお前らにこの場所ができるのかってことだよな。誰もできませんよ。誰もできない。鶴瓶しかできないよ。私でも多分できないもん。私もできない。自分を知らないリスナーからも注目される場所に参加すれば、普段の配信よりも多く視聴者が集まり、その分だけ心ないコメントや強い言葉が届くことがある。見てくれているリスナーから受ける膨大なまでの期待やプレッシャーは、ヒイナギツルヒにとって本来もう少し先に経験するものであったはず。それをデビューしてわずか数ヶ月で一足飛びに経験できたことは、彼にとって変えがたいものになったであろう。その後彼は GTA5 を使ったストグラサーバーにも参加しており、彼らしいボケモリモリなスタイルで面白シーンを作っていこうとしているような。そうなんだ。2024年に入り、ここから彼の活動も本格的になるはず。得意の FPS ゲームで本来の自分を見てもらうか、それとも多くの人と絡んで面白さを差し込んでいる自分を見てもらうか、それとも彼の行く末に注目しよう。なんかいい話じゃん。めっちゃいい話なんだけど、剣パート。なんか温度この宿題やってるみたいだったな。いや、いい記事だったわ。あ、まあでもありがたいね。私の記事結構炎上とか、なんか、あれだね。無法者とか、なんていうの、荒くれ者とか、なんかいろいろ言われていましたが、結構いろいろ言われていたけど、まあでも記事にしてくれるっていうのはすごくありがたい。ヤフーニュースにね、載せてくれるっていうのはすごいありがたいことですからね。そう、小物集がするとかね。カルビのやつは結構ひどかったが、剣はベタ褒めだった。なんでだよ、なんのさ、これ。結構私の、結構言われてたな。褒め言葉だよ、全部。そうかな。まあ、それならいいんですけどね。